池田動物園にやってきました。行きますか。はい、今日は浴衣で、浴衣かジンベエで来ると入園料が半額ということなので、ちょっと来てきました。パンちゃんは無料になります。ではお二人様で1080円使ってきます。じゃあ払っとくわ。すいません、ピットの注意事項になっております。わ、はい、かりました。はい、はい、ありがとうございます。ワンちゃんがおしっこされた際にですね、はい、あのペットボトルで水で流して。わかりました。はい、ありがとうございます。注意事項は、はい、じゃあ行きますか。羊さんのお散歩って、うん、それは行けたっけな。羊さんのお散歩確認。羊さんの、おぉ、ふれあい広場はダメ。売店、食堂、ふれあい広場はダメ。ふれあい広場ダメだね。ふれあえないからね。ふれあえないね、麦はね。ちょっと外から見学しよっか。何がいる？あ、ひよこだ。餌だよ、餌。あ、鳥コーナーだ。さあ、行こっか。行こっか。ここはやめとこ。お、お、羊さんだよ。羊さんだよ、羊さん。あ、羊も気がついた。あれ、なんか目があったら、麦負けた。顔を背けた。すごいね。無視。研修。羊は初めてかな。ちょっと戸惑い気味な。お、あ、これ何？猿だ。オナガザル。あ、麦は猿が大好きで、ちょっと興奮し始めたらなんかあれだよ。おお、猿の方が興味津々。わ、見に来た、見に来た。めっちゃ見てる。やっぱほら、人間なんか興味ないんだよ、猿も。動物は動物同士が惹かれ合う。わ、やめとけ、やめとけ。やられるぞ。猿の方が強そう。強い、強そう。あら、もういい。もういいの。アフリカ中部、東部。なんかこういうおじさんいるよね。女の子って書いてある。女の子、失礼しました。興奮するね。気になるね、お猿さん。もういい。よし。でかいマン。あ、うわ、でかい。でかいよ。わっ、うわー、出た。でかい。コウモリ？あ、あの、大コウモリもしかして。あ、あ、めっちゃでかい。これ、何コウモリかな？わっ、わ、かわいい。かわいい。こんなのが飛んできたらちょっとビビるよね。しかも治水とかだったら最悪。怖すぎる。アメ、アミメキリン。あー、キリン初めて見る。キリンどうかな。
リンは見てない。キリンは見ておりませんが。お、なんかお互い気づいてなくない？キリンは食べることに必死だし、麦もこんなにでっかいのがいることに気づいてなくない？お、気づいたか。気づいた？気づいた？あ、なんか虫。でかすぎて、でかすぎて。口の子がウソでーす。お、あ、なんかめっちゃ見てる。あ、おおおお。なんか手が出てる、手が出てる。みんな来た。みんな来た。あ、みんな来たぞ。集合、大集合。かわいい。めっちゃかわいい。大集合じゃん。大人気だね。動物からも人気。うん。手が出てる。かわいい。好奇心旺盛なんだね、キツネカワウソは。ね、もう興奮しまくり。いや、でもまだ興奮はさほどじゃないかな。多分ね、ニホンザルが一番興奮する。みんなついてきてみんなついてきてコツネカワウソがついてきてかわいい。麦麦麦麦、ほら、ちょっと猿に気づいてない。麦麦、お猿さんだよ。何猿？あ、なんだっけ、これチンパンジー？あ、テナガザル。チンパンジーじゃなかった。麦、お猿さんだよ。お猿さん、お猿さん。あんまり興味なさそう。お、お猿の方が興味津々。次行こうか。次行こうか。次次行こう。コツメカワウソ超かわいいんだけど。コツメカワウソ、なんか手が、手が出てる、手が出てる。かわいい。何あの手。なんかこっちのもピョコピョコしてる。あ、こっちにもいる。繋がってんのこれ。繋がってないの。めっちゃかわいいやな。この手をつかみたい。なんかね、動物園の動物見学、動物たちの、うん、犬見学。めっちゃかわいい。珍しい。めっちゃ似てるよ。かわいい。しっこか。ピリカンピリカンピリカン。これは割と虫。いや、鳥好きだけどな。ピリカンが行っちゃった。ピリカン早いね、泳ぐの。あ、ピリカン見てる。よし、これはクジャク。こんにちは。あ、ありがとうございます。あ、もちろんです。ぜひぜひお願いします。あ、よかったね、ネギ。気になっちゃう。えっとね、
伊豆サボテン公園には行ったことがあります。あ、そうなんですね。でも誰よりも園内で多分一番熱心に見学してました。子供たちよりも熱心に見学してたんで、すごい綺麗な鳥だなこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またちょっと見ておきます。インスタグラムとツイッターの方に。あ、わかりました。ありがとうございます。楽しんでください。はい、ありがとうございます。あ、なんとかダック、ホールダック乗馬コーナー、動物病院。あ、馬さんだ。麦はね、馬はちょっと怖がるんだけど。お、やっぱり馬も気になった。ももくん、麦無視。いやー怖いんじゃないかな。あえて目をそらしてる気がする。近寄らない。近寄らない。なかったこと。なかったことになってる。動物によって反応が全然違う。ねえ。わからないけど、限り。動じない。ペットショップだって。動物園のペットショップ。ワンちゃんと一緒に入店できます。これなんか買わなきゃいけなくなっちゃいそうだ。あ、色黒がいる。あ、色黒がいる。おー、綺麗な色。ネズミ系は上の方だね。オウムがいる。オウムがいるよ。オウムが。ヨウムかな。あ、なんかめっちゃ普通にワンコがいる。こんにちは。あ、かわいい。え、何？あれは多分ただの芝じゃないな。え、本当ですか？めっちゃ可愛くないですか？普通の芝。え？あ、こっちですよ。あ、この子ね、この子は芝だと思います。あの子違うでしょう。あの子チワワです。あ、え、ただのチワワ？にしてはでかいですね。チワワのあれだ、芝カットだ。そうですね、緑のカットあんなもんか。かわいい。この子はどう見ても芝だね。お、チンパンジー。おー、なんかすごい人っぽい。おお、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 チンパンジーが脅かしてきます。チューンだって。どんな風に？どんな風に脅かしてくるの？見たいわ。めっちゃ見学してるよね、犬を。何あの寝方。人間じゃん、ほとんど。なんかおっさんだね、おっさん。おっさんが寝てるよ。危険、危険。麦、人だよ、これ。人、人。人だよ。人だよ。興味ないの。
そうだね。なんだこれは、ヤギ。すごいヤギのヤギ汁の匂いがする。なんか、あ、ヤギってやっぱりこういう匂いがするんだ。わー、すごい臭い。ヤギ汁。うい、無視？なんか、あれだね、昔はもっとしっかり見学してたけどさ、大人になったんかな。熊だよ、麦。月のワグマ。ご来園中のお客様にご案内します。ハイエナ、でかいハイエナ。めっちゃでかい、私犬サイズだと思ってたら。超でかい。触れ合いタイムを行っております。怖がってる？でかいよね。なかったことに、見なかったことにしよう。お、いた。ニホンザル。お、いたよ。どうしたどうした、麦。麦の好きなニホンザルだよ。なんかもう、もう見なかったことに。お、サーパンダだって。いやー、かわいい。いやー、これは飼いたいね。上の方にほら似てる、ぐでんとしてめっちゃぐでんとして似てる。ぬいぐるみだね、ほとんど。なんか見かけるよね、山の中でおなじみの。なんか結構めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。かわいいこの子。ビッピンって思ったけど角があるから男性かしら。ちっちゃい子供かな。うん、この鹿の角もよく落ちてるしね。うん、あ、生えてきてる角が。あ、ごめん、びっくりした。何事？暴動が起きてる、暴動が。お、出た！ライオン！いきなり出ました、ライオン。泣いてほしいな。あれ、なんかつまんない。ちょっと麦、ライオンだよ。ライオン。おお。めっちゃ見てる見てる。みんなみんな集まってきた。麦より動物の方が麦にみんな興味示してる。今日彼は反応がいい。急に興奮しました。山嵐。すげー、でかい。ん？これ、でっかーい。でっかいね。山嵐ってあんなでかい。意外にね、ちょっと手のひらサイズだと思った。それはちっちゃすぎるね。キョンってなんだ？あ、なにこれ、なにこれ。触れ合うな。触れ合わないで。ないで。なんで？なにこれ、なにこれ。え、ウリボウとシカを足して2で割ったような感じ。あとシカせんべい食うことなんで、なんで。じゃあ、あ、逃げた逃げた。何これ、鹿かやっぱり。いや、かわいい。かわいい、かわいい、かわいいね。
逃げた。草食動物だね。急に興奮しちゃう。触れ合いたい。聞いてらっしゃいますから。ん？聞いてらっしゃいます。聞いてる聞いてる聞いてる。聞き気味。聞き気味です。でも興味は津々。ね。65周年記念。あ、ゾウが本当はいるんだね。今は？中に入ってんのかな。すがる。寄ってくるね。警戒してる。あ、これでエゾヒグマ。いない。いない。ヒグマがいなかった。裏にいるのかな。あ、体調不良のため寝室にいることが多くご覧いただけない場合があります。暑さによる原因も考えられだって。うわあ、そっか。ベンガルトラ、あ、トラの部分が結構走る。あ、なくなったんだ。あ、めっちゃなんか、あ、へそ転してる。もう威嚇ゼロ、風格ゼロか、風格ゼロ。なんかホワイトじゃないね、全然。黄色っぽくない？確かに、さっきのに比べたら。恐るべし、はたりくん。あっという間に硬いボールに穴を開けてしまいました。あ、硬いって鉄かと思った。鉄に穴開くわけないよね。なんか目ひんむいて寝てる。はたるくん、犬がいますよ。餌がいますよ。餌がいますよ。目の前にお腹いっぱいなんだね。設置完了しました。そして車の方も設置完了。ではでは、お疲れ。乾杯。贅沢な。麦を見てる。麦が、あ、麦男だった。